ダンス86.4ファンキーラジオステーション筐体。ダンス86.4ファンキーラジオステーションは2005年6月23日に、好みが発売したビーマニシリーズの音楽シミュレーションのアーケードゲームである。同社のダンスダンスレボリューションと同様、ダンスステージを模したアーケードマシンであるが、入力デバイスは1人当たり3つしかないなど、トイスマーチ同様、小さな子供を 対象の中心にしていると思われる。楽曲はトイスマーチやナムコの太鼓の達人と同じく J p o p などの方角のヒット曲が中心である。タイトルはやろうよと FM ラジオの周波数とをかけている。筐体は DDR 同様本体とフットパネルの2つの部分からなるが各部分は別々には動かせず固定されている。パネルの両サイドには 手すりのようなバーが設置されている。本体部分は最上部のマーキーの奥で回転するミラーボールが目立つ。ディスプレイの下には2人分の選択ボタンと決定ボタンがついている。登場キャラクターなどゲームデザインの各所にはディスコを連想させるものがあるが、設置面積の小スペース化を考慮したためか、筐体自体は前日のミラーボール以外には特に派手な装飾は施されていない。 フットパネル部は1人当たり3枚が横1列に並んだものが2人分用意されている。基本ルールは DDR と同じく画面の上部から流れてくるマークが所定の位置に重なった瞬間にタイミングよく足元の対応するパネルを踏んでいくのみである。マークの流れてくる軌跡は 3D 表現で立体的に描かれパウスがついており奥から手前に流れてくるようにも見える。 流れてくるオブジェには通常の足跡型のマークの他に音符がついているものや爆弾もある。正しく踏めるとゲージが上昇し、踏めないと減少していく。楽曲終了時にゲージが少しでも残っていれば、ステージクリア、逆に残っていなければゲーム終了となる。連続して正しく踏めるとコンボが増えていく点も他の音楽ゲームと同様である。 それぞれの楽曲には、キッズ、ノリノリ、フィーバー、ラブラブの各モードが用意されており、選曲時に選べる。ありがとうございます。